あ、先生、はい、最近、はい、自律神経失調症っていう言葉をよく聞くんですけれども、はい、自律神経失調症って何ですか？ですね、自律神経失調症、お医者さんの定義とかいろいろあるんですけども、体攻防的、私の定義としてはこう考えます。ですね、自分が無意識に、コントロールをしなくても動いているところ、例えば心臓ですよね。心臓って本来意識しませんし、これをゆっくり動かそうとか早く動かそうって基本的にはしないですし、できないですよね。呼吸も、呼吸は意識をすればで、だけど別段意識をしなければ本当に勝手にしていますよね。ちょっと飛躍を少しずつすると、手とか足が冷える感じ、これも意識をして手をあったかくしようとかっていうのは普通の人はできないですよね。しないです。もっとさらに飛躍していくと、頭痛とかも勝手に頭痛くなるやつですよね。要するに自律神経というのは無意識で動いている器官で、自律神経失調症だったかな、自律神経失調症というのは、その無意識、本来意識をしなくても動いている、正常に動いているところが不具合を起こす。何もしていないのに そのせいで体全体の調子が悪くなって、だるくなったり、心臓がドキドキしてきたり、呼吸が早くしようと思っていないのにいろいろなところへ行ったり、何か緊張感で過度にハーハーハーしてきたり、とっても普段から手が冷たかったりとかっていう、こう無意識にコントロールするところが不調になるものを自律神経失調症と私は定義してます。私は医者でもないので、もっと違うという見解があるとは思うんですけど、分かりやすく言うと、自律神経失調症っていうのは無意識で本来意識しなくてもコントロールできるところが不具合を起こしますというのを自律神経失調症。お医者さんなんかは要するに調子がちょっと悪い、まあ、ちょっともとっても含めて悪いといった時に、原因がわからないですよっていう時によくそういう表現をするのかなというふうに思います、お医者さん的には。それが自律神経失調症だと思います。